見てるだけでも優勝キトトロフィーのそうそうたるご活躍で本当におめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。今回は、全中でサッカー部が優勝、2年連続3度目の優勝、インターハイでも高校男子卓球、それから女子、自分たちがこれまで3年間やってきたことがフルに全力で試合に出せて優勝という結果が出たのですごく嬉しかったです。春優勝して夏は譲らないっていう気持ちで、そういう重いっていうか怖かった部分が最後は力になったと思います。はい、1年生2年生とちょっと悔しい思いをこの目の前で見てきたり体験してきたので、うん、やっぱり勝ちたいという思いが強かったので、うん、嬉しかったです。今回の団体戦は、これまでで一番少ないメンバーで、そんな中で保護者の人とか監督にすごくサポートしてもらって、いい状態で試合ができたので、応援してくれた皆様のおかげで優勝することができました。応援ありがとうございました。ありがとう。